それでは勝ちました。秋山監督です。監督意味のある3連勝になりました。あー、そうですね。はい、えーまあ、みんな集中して。一戦一戦やってきた結果じゃないですかね。はい、今日はルーキーの武田投手先発でした。まあ、非常にあの大事な試合を任されて緊張しているようにも見えましたが、ベンチからどうでしたか？緊張はしたいと思うんですけどね、えー。ちょっとバランスが悪かったですね。今日はね、うんえー、まあ、でもその中でもね。悪いなりになんとか <laughs>、えー、粘りましたし。しはい。 形を作っておました。はい、5回4。安打無失点9。1球ちょっと早い交代にも見えたんですが。<laughs> うん、まあバランスが悪くてですね。まだまだこう、えー、ボールが扱えてなかったところがありましたしね。はいえー、その辺ですね。はい。さあ、打つ方ではペイネス選手にホームランが出ました。し大きな一発でしたね。もう大きかったですね、えー、先制点ですし。し、えー、やっぱりホームランでね。3点1点一気に入ったんでね。はい できれば、ね、そのあともう1点、ねえー、入ればよかったと思いますけどきょうはそのホームランが出た3回にバスターがあったり、次の回にはスクイズを試みたり、やっぱりこのあたりも一戦必勝の監督の思いからですかそうですすかそうね、まあ、次の1点が一番大きいんでね、まあ、あのスクイズなんかは、ね、一番決めるパターンの、えー、でしたからね、本当にう本当決まらなきゃいけないところだったんですけどね、はい、さあ、いよいよ9連戦が始まりますが。 まずこの9連戦に向けて、今、監督、どんな思いですかまあ、変わらないですね、えー、本当、こ一戦一戦、どのチームもね、えー、大変な試合だと思いますし、やはり、いかに、ね、やはり集中して、その試合に臨んでいけるかというところじゃないかと思いますんで、はい。今日も西武が連敗、今日も大量リードで許してるようですけれども、うん、まあ、まずはね、自分のところのチームがですね。えー ちゃんとしたゲームができるようにねやっていきたいと思います。はい、はい、そのうち9連戦3つがホームゲームです。あ、4つがホームゲームです。ファンの後押しが欲しいところですね。うそうですね。えー、街の家をねえ生かしてですねえー。やりたいと思いますし。しまあ、選手もね。お得に集中してやってくれると思いますし。し、はい、ファンの皆さんもね、えー、熱い思いをね。本当に送っていただければと思います。はい、はい、おめでとうございました。はい、秋山監督でした。